クズノハパブリックゴルフコースは大阪府平方市にある淀川河川敷を利用したゴルフ場及びその運営会社の名前。国際トーナメントも行われた18ホールパー70のゴルフコースとアプローチコースが9ホール120打席の打ち放し練習場を持つ。京阪沿線にゴルフ場を建設する計画は1951年に 京阪電気鉄道専務の今田栄作がアメリカに視察した際、多くの市民がゴルフを楽しんでいる様子を目にして、一般大衆にも楽しめるゴルフ場を建設したいと考案したのがきっかけとなった。これに基づき、淀川の高水式の整備を兼ねて、ゴルフ場建設計画が進められ、京阪と近畿地方建設局との共同実地調査の結果、 クズの八区に建設することを決め、1956年6月に河川敷の利用許可が下り、1957年3月27日運営会社となる株式会社クズの葉パブリックゴルフコースを設立、今田が初代社長となり6月の会場に向け所準備が進められた。しかし、梅雨の長雨によりコースが冠水したことで6月の会場が延期となり、 水が引くのを待って、特管工事が進められ、9月1日に開場した。その後、1958年に9ホール増設して18ホールパー72の規模になった。河川時期のゴルフ場ということもあり、開業当初から台風や豪雨が発生すると冠水被害がたびたび起こり、 1957年9月の開業から1962年8月までの5年間で172日間、1972年8月までの15年間の、累計で358日間と、15年間でほぼ1年分、休業を余儀なくされ会社経営にも影響が出た。その後、上流に天ヶ瀬ダムが建設されるなど洪水対策や淀川の、 河川改修工事により冠水による休業は激減するようになった。1962年以降、日本の高度経済成長とゴルフ人口の増加で利用者が増加。1965年から1990年まではパブリックコースでありながら、クズは国際トーナメントを開催していた。この当時の10番ホールは600ヤードを超えていた超ロングコースであった。 2018年10月から1年間、コースレイアウト変更工事を行い、2019年9月1日に、クズはゴルフリンクスに名称を変更して再開した。ありがとうございます。